野球ができるっていうのを聞いて<う>でそうですねあの本当にこのタイミングでソフトボールもやめてたし<う>行きやすい環境そのタイミングだったんで、うん、ちょっと運命的なものを感じて<う>で飛び込みました、ね、じゃあ1年間いわゆる野球ソフトボールというまあソフトボールからもう含めてだから、はい、そこにはブランクがあったそうですトレーニングは 全然やってなかったやっってなかった、はい、へえそこからなん、はい、もうでも女子プロ野球ができるっていうのは何でで知ったんですかえっと見つけた瞬間ってあ絶対衝撃的から覚えてると思うんですよはいたまたま、うん、えっと高校の時の校長先生から、うんあのー、和歌山の独立リーグ、うん、野球でねチームでやってみないかとか言われて、うん、あの頃吉田絵里ちゃんは はま,だね、まだ出てないか、うん、確かでその時に、うん、えと見に行ったんですけど、うんでまあ、どうしようかなって考えた時にそこの独立リーグの関係者の方に「うん、女子プロ野球リーグって来年できるらしいね」みたいな感じで言われて「うん、えそうなんですか?」ってところから、うん、自分でインターネットで調べて、うん、そしたら。 なんかトライアウトの締め切り寸前だってお<う> <laughs> おすごいちょっと鳥肌立つね <laughs> ああでも迷ってる暇もあんまなかったんでああとりあえずエントリーしてお<う>であのでもどんな子たちが来るんかなっていうその女子野球の世界を知らなかったんでずっとソフトボールでやってきてたんでその女子野球の世界を見たことがなくて。うん どういう人たちが集まってくるのかなっていうのが一番興味あって<う>で受けたいって言って不安とかよりもどんな子が来るのっていう興味の方が大きかったのへえんかやっぱりそのさっきも言いましたけど小学生の時の記憶っていうのが濃かったんで<う>その小学生の時はもうかき集めてなんとかできた試合 1>,、うん、1試合の記憶からその女子プロ野球ができるような人たちがどんだけ集まるんかなっていう。 ところの興味がすごかったです